Yattana! Oh.
注目。これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレンイエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。 巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。 反逆者ども、今この場で叩っ切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。の巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。 家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエーガー訓練兵の援護のため、 大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。 負けるもんか。巨人が出現して以来、 人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ頼んだよ。いや頼んだよ。 僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。怖くなんかないぞ。頼んだよ頼んだよ。了解だ。頼んだよ。 支援団だ。助けないと。くそ、ギリがねえぞ。分かったぜ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ頼んだよ。了解だ。怖くなんかないぞ。頼んだよ頼んだよ。了解だ。頼んだよ。 負けるもんか。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。怖くなんかないぞ。頼んだよ頼んだよ。了解だ。
巨人に邪魔されて補給物資を運べない。頼んだよ。分かった。いいだろ。了解だ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。あっちは苦戦してるのかよ。なんかないぞ。負けるもんか。貴様、死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。ゆっくりよ。頼んだよ、頼んだよ。わかる。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。
だよ。助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。僕だってやってやる。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。分かった。負けるもんか。頼んだよ。分かった。僕の貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。街の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。
もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン、エレン、どうして私がわからないの。
潰す。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て、今まだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。狙う。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。狙う。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。それの方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。頼んだ、一緒に行かせて。ごめんなさい。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ごめんなさい。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。私も行こう。生きられるのは上司だけ。かっさばいて。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレン、何やられ。分かったよ。蹴散らして生きられるのは勝者だけ。巨人高速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。
失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。あの縁談は急行する。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務続けるよ。分かったぜ。潰す。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。落とした。しまったよ。感謝する。意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。
僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。We'll be right back.
また巨人が入ってきたぞ。正反は他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。お願いします。了解だ。巨人に勝ったよ。超大型巨人によって
トロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコリュ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のため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 のある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナクに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。
兵長、後続の本体は予定通りに到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までうざってえ奴らを片付けるぞ。トイレ行く。やっ、要請ね、助けに行かないと。そろそろ時間だ、急ぐか。続け、私も行きます。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。行く。本体の基地まで面白い。ここまでだ。合流する。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。救援要請ね。助けに行かないと。目標地点に巨人を確認。総員、警戒しながら展開せよ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。
とめて相手した。いいところに来た。手を貸せ。俺たち追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づけねえ。さっさとやるぞ。予想より巨人が多いな。リヴァイ、補給を怠るなよ。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。おとなしくしてよ。警戒するか。お前の鼻は確かだが、気をつけろ。まとめて相手して。てめえのケツを追っかけるのはこりごりだ。おとなしく肉をそがれば。リヴァイ兵長、ありがとうございます。あの貴公子を倒したのか。さすがリヴァイ兵長だ。助かった。助かった。助かった。まとめて相手して。苦戦してやがるのか。行く。おとなしくしてろ。やる。次から次へ。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。俺の敵じゃ。まとめて相手した。手間するなよ。了解しました。どうして、はい、
どんな巨人だろうと投資はしん。兵長、俺のためにありがとうございます。助かった。助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士が嫌がる。軍太、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。あの人がいればきっと勝てる。町の中心部の巨人が片付いてあとリヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。索敵班の連中だな。嫌に慌ててやがる。また新たな巨人が合流しましょう。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。行く。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのかな。あいつらも貴公子だっていうか。合流されると面倒だ。止めるぞ。ああ、こんなに貴公子がいるんだから一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はねえ。面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。
せてください。俺たちの勝ちだ。いいな、よく言った。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。
やれやれ。最後に勝利するのは俺たちだ。
いつか昇格してみせる。うん。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶…何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。巨人です、平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待てハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。ち、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえよ。ついてくる。了解です。分隊長行きますよ。おっと、邪魔しないでほしいな。俺の敵じゃ。仕方ないな、他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。まとめて相手して。あいつまたどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。救援要請か。無視はできねえな。設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。あの円盤、ヘドラからだ。物資を確保できたようだ。
補給班、予定通り展開せよ。補給班か。助かる。助かった。助かった。ヘマするなよ。私も行きます。うろついていて物資を回収できん。やる。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。するなよ。私も行きます。村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請か。行くぞ。どうしてバキモン。邪魔するならそいでやる。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろう。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せなさい。助かった。
相手。殺ろう！殺したらダメだよ！若くして徹底的に調べ上げるんだ！そんなこと急に言われても困りますよ。あの人正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。まとめて相手して。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼラングナーの戦果だ。
死んだ仲間のためにも。人類の底力を見せてやるぜ。ほうほう。人類の未来のためだ。なんてことだ。